4月6日水曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。たたー、いやー、我がタイガースがですね、はい、我が阪神タイガースがようやく初日を出しまして、実に開幕から10戦目、ようやく初日だよ。やりましたね、いやもう今朝のスポーツ紙すごいことになってますよ。まずデイリースポーツは、いやもうめちゃくちゃ嬉しいです、勝ったーって書かれていて、ようやくこうデイリーの伸ばし棒がこう虎柄になっているというね。虎の尻尾にデイリーの伸ばしは、はい、勝利した翌日はなるんですけれども、なんか太くて長いね。お待たせ初尻尾って書いてありますね。エスポニチもですね、虎開幕と書いてありまして、日刊はですね、脱出1号テル万歳と書いてありますか ね。佐藤輝明選手のホームランが出て、そして、投げては西投手と、完封でというところでね。そうなんです。サンケイスポーツに至ってはですよ、阪神ファンの皆様おめでとうございますと書かれていて、ありがとうございます。いやもうこの一面の勢いたるや、優勝したのかと。おかしいよね。おかしいよね。冷静に考えれば、まだ1勝9敗借金8っていうですね。まあ、ここからですからね。いや、本当ね、昔思い出すんですけれども、やっぱ一つ一つの勝ちをね、噛み締めるようにして喜んでいくべきなんであるというですね。なぜなら勝ちの数が少ないからってね、昔はそうだったんですが、そうなんですよ。そんな初心を思い出してですね、私今日昔昔に着ていたハッピとハチマキをお家の中から引っ張り出して、出社して、参りました。人気が入っていますよね。いや、これ私の大学時代はまだ私大学入学が2000年なんですよ。で、卒業が2004年で、この会社に入社してきたんですが、2003年シーズンはですね、久方ぶりに18年ぶりに優勝したんですが、まあ、その前っていうのは野村阪神から星野阪神に至るぐらいの時で、非常にですね厳しい時代でありましたんで、まあ、その涙が染み込んでいるというね。ああ、でも確かに2003年に優勝した時は私大学4年生だったんで、一生懸命チケットを取って日本シリーズ甲子園球場に見に行った、その時にもこれ来てたはずですね。うわー、もう思い出のハッピーじゃないですか。この阪神タイガースのこのフォント文字がまたこう、昔を彷彿させるというか。そうそう、だまさにプロ野球入れ込み情報で辛坊治郎さんとかがね、難儀やなって言っていた時に着ていたのと同じようなハッピー。わー、昔はハッピーにメガホンに鉢巻きでみんな応援してたからね。今みたいな、なんかレプリカのユニフォームみたいなのってそんなになかったし、 あってもものすごく高かったりとか、もうなんか特注品みたいな感じでなかなかなかったんで、もうね、みんなこれだったんですけども、もはや過去のものになりつつあるね、こういうのもね。いやでもいいですね。売ってないんじゃないかな、もうな。あ、そっか、そうですよね。私これを着て、はい、写真撮ってエントリーシートに貼って、恥ずかしい思いになったんですか？そう。なんか、時代を感じるね。パンチありますね、それは。でも絶対突っ込まれますよね、面接で。もう突っ込み待ちっていう感じのね。そういうことをやってでも目立てみたいな、そういえばそういう時期だったな、というような。なんかいろんなことを思い出しますけれども、メールもたくさんいただいております。ね、たくさんいただいていますね。燃える闘魂さん、横浜、神奈川区の方。いやー、さすが日産頼りになりますね。甲子園で初勝利もよし、暗黒時代を思えばまだまだぼちぼち行きましょうと、おっしゃる通りなんですよ。あの時代ですね、6連戦あったら、3勝すればもう同じというか奇跡みたいな、1勝でも拾えればよかったみたいな時代を知っているだけにですね、阪神優勝この調子なら3日で首位に立てそうな気がしましたというですね、もはや計算もできない。だいたいそういう下半身算みたいなものがね、やってまいりますので、はい、他にもですね、いろいろといただいておりますね。長友のとこさん、ツイッターはですね、飯田さん、明けましておめでとうございますと。明けましておめでとうございます。
ようやく今シーズンが始まりました、はい、綾瀬の達パパさん、はい、ようやく番組のトーンが安定するみんなどういうところを心配したんだっていうか、ね、ご心配おかけしました。なんか自分でも厄介な昭和の親父になってるぞ俺っていうですね。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます新規一点ですね。まあ、今日のこのね晴れたお天気のようにやっていければと思いますんで、はい、引き続きご愛顧よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げる番組です、ぜひメールやツイッターお寄せください、ベイスターズファンの方々からは嫌な予感がしてたんだよと、まあ、外オースティンまだいないからねと覚えとけよっていうね。いや、今シーズン、いや、どこのチームも面白いっていうかね、ほんとジャイアンツ強いしさ。本当ですよね。どうなっていくかっていうね。ここ、ちょっとね、密かに注目してたのは、阪神爆弾って言ってたじゃないですか。どこが炸裂するかって言ってね。で、裏テーマがあって、阪神に3連勝したチームって、その後3連敗してたりしたんですよ。何ですか、その呪いみたいな。いや、ほんとだよね。まあ、その意味ではね、混戦セリーグになっていって最後がっていうことになると面白くなるんだけど、まあそれはこの最下位から上を見る阪神ファンのね願いでもあったりするわけですが、はい、さて、今朝もねニュースを掘り下げてまいります、今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。6時半過ぎからご登場、まずはイギリスが2050年までに原子力発電所を最大7基建設というニュースについて、エネルギー事情もこのウクライナ情勢を受けて変わっております、そしてニュース7時またぎはゼレンスキー大統領が国連の安全保障理事会で、戦争犯罪を非難しました。そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、ロシアの外交官追放に関して日本政府は慎重、まあロシアに対しての追加制裁のあり方についても含めて、昨日に引き続きましてウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者、平野隆さんにインタビューした模様もお送りいたします。そして新型コロナ対策、まん延防止等重点措置の初適用から1年となりました。さらにスクープアップのゾーンでは日本とフィリピンの2プラス2をこの週末にも初開催というニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はエーブル白馬五竜のお隣ふと1日券を毎日2組4人の方にプレゼントします。プレゼントの応募はがきでもお待ちしています。郵便番号100-8439、日本放送飯田浩司の OK コージーアップまで。ポッドキャストでお聞きのあなたにはコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。後ほどね、この番組の中でも取り上げますけれども、ウクライナのゼレンスキー大統領が国連安全保障理事会で演説を行いました。昨日の、まあ、日本時間の夜11時ぐらいということで、長官各紙間に合っております。朝日新聞、戦争犯罪安保理で訴えゼレンスキー氏演説、対ロ圧力求めるということで、あります。ウクライナ、欧州、世界は平和を必要としていると、国際社会がロシアに圧力をかけ続けることを望んでいるということで、まあ、オンラインでの演説でありました。そして、まあ、これがね、招集されたというのは、昨日、おとといともう週末からずっと報じられておりますけれども、民間人の殺害が次々明らかになっていると、まあ、首都キーウの近郊、ロシア軍が撤退をしたということでありますが、この周りの惨状というものが、まあ、白日のもとにさらされたというところで、読売新聞は民間人殺害ブチャ以外もということで、ブチャだけではなくボロディアンカというところでももっと深刻な被害があるのではないかということ、これウクライナ側がすでに発表しておりますが、EU と合同で捜査をするということが出てきております。毎日新聞はロシアの戦争犯罪糾弾、ゼレンスキー氏演説、虐殺、安保理討論と、それから産経新聞、ウクライナ侵攻最も恐ろしい戦争犯罪、ゼレンスキー氏ロシアの追及求めると、
なっております。まあ、ね、各紙、この写真付きで、出ているというところでありますが、まあ、こういったね、写真がインターネット上にもかなり、出てきておりまして、もう本当にこういうのを見ていると、気分がね、落ち込んでしまうというような、ところもあるぐらいであります。後ほど、まあ、これに関して、今日のコメンテーター佐々木俊直さんと深めていきますし、また、昨日に引き続きましてウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者、平野隆さんにインタビューをした様子というものもお送りいたします。平野さんもね、現地からツイートもしてくださっていて、それを見ると私もびっくりしたんですが、実は昨日のこれ時差の関係があるんで、昨日のですね、番組が始まる前に、インタビューをさせていただきました。電話でですね、インタビューをさせてもらった30分ぐらい時間をいただいたんですが、僕全然気づかなかったんですけれども、そのタイミングというのが、実は空襲警報が鳴っている最中であって、まあ他一緒に避難している方々と共にシェルターの中に入って身を寄せ合いながらそこで電話をしてたんだと。そうだったんだと。いやでもそうまでしてでも伝えたいことがあるんだということでありますし、まあそれをですね、できる限りもちろん時間の関係で、若干編集をさせてもらうところはあるんですけれども、できる限り意味はまっすぐに、放送しようと思っております。7時10分過ぎのゾーンです。ぜひお聞きいただければと思います。で、これに関してね、その制裁についてというところも平野さんには語っていただいているんですけれども、ちょっとね、気になるニュースということで、昨日の夕方日本時間では配信されておりました。ロイターの見出しです。ロンドン保健市場、ロシア全海域を高リスクと判断、物流圧迫へということで、世界中の保健が集まるところ、まあ、保険っていうのはね、何かあった時にお金払いますよということで、みんなから掛け金を集めると。で、それは世界中に保険会社があるんですけれども、その世界中の保険会社も自分たちだけではリスクを得ない、支払えないということになると、それを再保険という形で、もっと大きなところに買ってもらって、リスクを分散させるというのがあるんですが、その世界中の保険が集まっていくところが、ロンドンのロイズというね、名前を聞いたことがある人もいらっしゃると思いますが、まあ、ロンドン保健市場のですね、戦争委員会連合というものがあって、ここが世界中のこうリスクとメリットというものをこう判断しているんですが、ここはですね、4日ロシア全海域を高リスク地域のリストに追加したということで、この決定がどういう影響になるかというと、船舶は入港時に保険引受業者への通知が必要となるほか、追加の保険料を支払わなければならなくなると。なんかある可能性が高いぞということになると、当然ながら保険料掛け金が上がるんで、そういうところには、まあ、保険会社からしたら行ってほしくない。もし行くんだったら追加で保険料支払えよって話になるんですが、これですね、海上保険会社によると数日間の通知期間を設けた上で保険料引き上げられると。ロシア全海域ということになるんで、今まではそのウクライナと周辺の黒海周辺であるとかアゾフ海のあたりっていうのは高リスク地域に追加していたんですが、こうなると、例えばサンクトペテルブルクの前であるとか、あの辺はバルト海になりますが、であるとかですね、あるいは、日本近海オホーツクであるとかというところも含めてということになる。まあ、日本にじゃあロシアから LNG を持ってくるという段になっても、これ適用になるということになるであるとか、これね、結構な隠し玉を、これロンドンの保険市場が、あるいはこれイギリスがなのかどうなのかっていうのはまだこれから分かりませんけれども、結構な玉を投げてきたぞ。こうなると本当に物流が物理的に止まらざるを得ないと。それだけのリスクを取って金も払って、じゃあロシアから物持ってくることができんのかと。本気で締め上げに来たぞっていうのがわかるニュースであり、これを見ていて戦々恐々としているのはロシアだけでなく、あ、中国、もっともっと世界中と船で貿易でつながっているけど、もしなんかしたらこうなっちゃうのか俺たちも。西側の国々というかですね、アングロサクソンっていうものは恐ろしいなと感じさせるニュースでもあります。高垣になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、ウクライナ情勢についてのね、記事が様々出ております。後ほどこちらじっくりというところですが、これいろんなところに影響が出ていて、エネルギー事情に関しても。そうですね。で、佐々木さんもリツイートされてらっしゃいましたが、イギリスが2050年までに最大で7カ所の原発を申請する方針だと。うん、
イギリスはね、もともと北海油田持ってて、ね、そうですよね、はい。EU 最大の原油輸出国って言われてたんだけど、うんうんうん、まあ北海油田だんだん最近枯渇してきて、はい、でどうするかって、まあもともと原発に関してかなり積極的ですよね、はい、フランスと並んでね、うんうん。だからまあ当然の方向なんだけど、日本をね、じゃあどうするのかって話で、うんうんうん、はい、まあ今回ね、ほら、サハリン、2とかをね、制裁するのかしないかすごい議論になってて、でもそれやるんならやっぱりね、代替エネルギー必要で、でも再生可能エネルギーだけだと不安定なので、ベースロード電源としてやっぱ原発必要だよねって議論がだんだん、増えてきてると。で、先日の日経の世論調査だと、再稼働すべき市がですね、もうすでに、するべきではない、上回って、拮抗か上回るかぐらいにね、各社世論調査来てますね。そうなんですよね。再稼働するべきが 53% で、進めるべきでない 38%。その前の朝日の世論調査でも、朝日の方が、まだ、再稼働しない方がいいが多いんだけど、はい、でも、しない方がいいが 47%、ついに過半数割れと。うん、だから、世論がね、結構劇的に変わってきてるかなっていう。先日僕、ツイッターで、その、なんだろう、ほら、大きな地震あったじゃないですか、6強の。あの時になんか、あんな地震が起きて、ね、原発災害でありえないとかいう人がいっぱいいたんだけど、でも、福島の原発の事故は津波で全電源喪失したんで、必ずしもね、地震があるから危険ってわけではない、地震で壊れたケースはないんですよね。って話をツイートしたら、すごい、なんか山ほどね、ふざけんな地震のせいで津波が起きたんだろうとかいう、まあ、リプライいっぱい来たんだけど、3万回ぐらいのリツイートさ、はい、いいねされたんですよ。その僕のツイートがね。で、そのうちね、そのリプライっていうか、引用コメント来たのが800ぐらい で、はい、で、そのうちのね、半分ぐらいなんですよね、その文句言ってんのはね。おー、なるほど。だからね、すごいいっぱい来ると、まるで世の中全体が再稼働反対で、はい、原発危険だって言ってるに見えるんだけど、実はそう言ってるのはすごいごく少数の、あれにノイジーな人たちであって、大半の人はね、まあ、大きい声では言わないけど、実はそっちの意見に賛成なんだってことがね、徐々に見えてきてる。だから、SNS の意見だけ見てると、なんか声の大きい方にず、はい、引きずられちゃうんだけど、実は、サイレントマジョリティはね、再稼働結構支持してる人が多いってことがね、だんだん世論調査含めて、そのツイッターとかのいいね数とかでも見えてきてるから、なんかね、政府はね、ここね、多分やっぱり世論を気にして、はい、未だ積極的に再稼働に踏み込んだ発言を、まあ、ね、自民党の政治家誰もしてないですよね。そうですね。一部の細野さんとかを除いてね。そうですね。で、そこはね、でももうそろそろいい加減踏み込んでもらって、で、この特にウクライナ侵攻でエネルギー危機になってきている以上、うん、はい、ちょ、国民生活を考えればね、そこはもう少し議論になってほしいなって感じしますよね。まあ、電力ガス各社がもう5月には、まあ、値上げをするんだということをすでに発表されていて、まあ、この辺他のものの価格も上がってくるということも考えると消費には影響ありますもんね。そうなんですよ。だってこのままいくとね、物価がどんどん上がって、もうすでに上がってますけど、で、結局その物価が上がるのは全てエネルギーとか輸入物に、ね、回ってまう、つまり雇用、給料が増えないで物価だけ上がるっていわゆる70年代の、ね、石油ショックの頃のスタグフレーションみたいなことが起きかねないの、はい、これは別に何も物価上がってもいいことはないってことになるので、まあ、そこをね、なんとか対応しないと景気、経済にもね、大きな影響あると思いますよね。まずはエネルギーの事情についてというところでありました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップニュース7時またぎであります。この時間からコメンテーターの方々とニュースがっつり掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ280ドル70セント安い 34,641 ドル18セントで取引を終えました。ハイテク銘柄から中心のナスダック総合指数は 328.38 ポイント下がって 14,204.17 でした。一方、円相場1ドル123円60銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。ゼレンスキー大統領、国連安全保障理事会で戦争犯罪を非難。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の昨夜11時過ぎから国連安全保障理事会の会合でオンライン演説し、第二次大戦以来最も恐ろしい戦争犯罪がロシア軍によってウクライナで行われていると訴えました。
ゼレンスキー氏は首都キーウ近郊のブチャなどを占領していたロシア軍の民間人虐殺を強く非難し、国連安保理がロシアの完全な責任を追及するよう求めました。ゼレンスキー大統領がロシアによる、侵略以降、国連で演説するのは初めてだったということであります。国連を解体する覚悟はあるかって、ね、迫ったという、まあ確かにね、安全保障理事会ロシアがずっと拒否権を行使しているので全く機能してないと、はい、まあこれね、冷戦時代から言われてきてずっとそうですね、そうだったんですよね。だからまあいろんな議論があって、中には G7、はい、まあ、中国ロシアなしのいわゆる西側諸国で G7 ってまあ経済に関する議論する場所を作ってるのが、あそこをベースにして、なんていうのかな、安全保障を扱うような組織、はい、にした方がいいんじゃないかっていう議論もあることはあるんですよね。うん、でもね、これこの前防衛省の防衛研究所の山添博史さんとちょっとある番組で話す機会があって、っていう G7 でって議論があるんだけど、どう思いますかって聞いてみたら、いやそういう議論は確かにあるんだけど、でも安保理っていうか、まあ、国連はね、その中国やロシアも入ってるから意味があるんであって。でそれを抜きにしてしまうのは、はい、多分その国際的なね、ええ、その安全保障の仕組みとしてあまりよろしくないんじゃないかってことをおっしゃって、確かにそうなんですよね。だから結局その敵対してる国を排除するってことはある種の軍事同盟化してしまうだけのことであって、確かにそうですね。だから国連の良かったのは、まあ最初はね、連合国、あれもともとユナイテッドネーションズで連合国ですからね。そうですね、名称としては。そうそう、中国語だと連合国って書いてあるんですよね。そうそうそう、だからなんか日本はまるでこう戦後できた平和な団体みたいに見てるんだけど、はい、単純にね、第二次世界大戦の戦勝国の集まりであるっていうね。ただそこにほら結局後で日本やドイツやね、はい、イタリアも加盟させて、まあ、全ての国が入るっていうのが前提になってると。はい、だからまあ、結局そうならないでね、その仲のいい国同士で結託するってやると、うん、まあそれこそ第一次世界大戦以前のね、あ、そうですね、19世紀末のヨーロッパみたいになってしまって、一触即発がいつまでも終わらないっていう、だから話し合いの回路はやっぱどっかで必要だよねっていう、ただそれやると今度はそれぞれ拒否権があって機能しなくなるっていうのは、拒否権を奪うって言っても、それはまあ多分そもそも国連憲章を改正するためには安全保障理事国、ね、常任理事国の同意が必要なので、うん、絶対ロシアが拒否権発動するから、全く国連憲章は変えられないっていうね、はい、もう堂々巡りの議論になってしまって、なかなか進まないっていうね、まあ、そうですよね。結局、まあ、要するに国際社会って、一国の中だとね、警察とか軍隊があって、強権的に抑えられるんだけど、国際社会ってそんなものがないので、はい、もうなんかじわじわと、ね、議論をしていくしかないっていうね、もう他に何の方法もないわけですよね。これそもそもがこの五大国拒否権っていうものだって、やっぱり第一次大戦後の国際連盟の反省もあり、全会一致だと決まらない上に本当に会議が踊っちゃうだけだったじゃないかと、ね、最終的には本当に力の強い国々がコンセンサスを取って決めるという形にしないと人の命が救われないんじゃないかと。だから結局これもまあある意味妥協の産物というか、そうなんですよね。だからスタートした地点ではまだ冷戦が始まってなかったので、うん、国連が始まった時、はい、だからあの五大国ってのは手を握り合ってたという、戦勝国同士でね、もちろん裏ではね、いろんな考えがあったでしょうが、そうそう、だから我々が決託すれば大丈夫だっていうところからスタートしてるんで、拒否権があるわけなんですよね、はい、まあある意味そこにはアメリカの楽観、オプティミズムがあったのかもしれないし、で、それに対してスターリンはこれ利用してやれっていうふうに思ってたのかもしれないけど、一応表向きはそうだったわけですよね。そうなんですよね。うん、だからまあこれがね、機能しないっていうのは確かにそうなんだけど、じゃあどうするのかっていうところにも実は答えがないっていうね、はい、非常に難しい。で、ね、もうなんか安全保障ってね、もう延々とそういう話なんですよね。はい、クリアカットな綺麗な答えっていうのはどこにもないっていう。うん、で、これがね、僕ね、日本の、なんだろう、特にテレビワイドショー的な議論に一番馴染まないっていうね、うん、難しい問題があって、うん、みんななんか、うん、なんだろうな、こうワイドショー世論って、はい、結局悪人を見つけることを
よしとするって、安倍政権けしからんとかね、誰それけしからんとか、プーチンけしからんとかね、プーチンけしからん、けしからんだけど、でもプーチンけしからんって言ったら何か問題解決するかってしないわけですよね。そのけしからんプーチンも含めて、どう国際秩序を構築するのか、まあもうプーチンいなくなってくればそれは一番いいんだけど、まあいなくならないですよね。いなくならない以上はどうすればいいのかっていうね、非常に難しい議論になってきてるかなっていう。まあその辺のね、議論の立て方であるとか、あるいはこのウクライナ情勢を受けて日本の言論空間どうなってるというあたり、ちょっとね、引き続き、議論していきたいと思います。はい、さあ、先ほどのお話、まあ、このウクライナ情勢なども受けて、まあ、クリアカットに答えが出ない問題に対して、どう、これだからバランスをどこに取るかっていう、均衡点の話になってくるんですよね。そうなんですよね。これはもうずっとそうで、それこそ新型コロナだってね、はい、まあ、感染を抑えるのと、経済を動かすのをどこでバランス取るかっていうね、もうどっちかに触れすぎると良くないっていうね、まあ、まるでこう、矢印を指先で立たせてるような、そういう議論が求められてるんだけど、はい、なかなかね、そのなんだろう、いわゆる日本の公共権といわれる、ね、そのマスメディアの議論がそういうふうにならない問題っていうのが、ねね、そこを目指そうとするとどっちからもなんか批判を受けるっていうね、そうそうそう、もうね、右からは左翼だと言われ、左からは右翼だと言われっていう、まあ、こういう問題があるわけですよ。で、ね、戦争に関してね、僕ねすごいこうなんだろう、はい、ウクライナ侵攻って、まあ、ロシアが一方的に悪くて、悪くの侵略戦争なわけじゃないですか、で侵略戦争をどう見るかっていうのがなんかね、今の日本のそのテレビとかのワイドショーでうまくこうこなせない、こなしきれてないっていうか、議論の題材にしきれてないってすごい感じるんですよね。だからすごいよく見るのが、ウクライナの、ね、人たちはね、降伏しろみたいな、ね、これ以上犠牲を増やさないためにはっていう、はい、あれってまさしくそうで、なんか戦争反対ってのは確かにね、分かりやすくていい言葉だし、僕も誰も戦争に、ね、賛成する人なんかいないわけだから、戦争は反対なんだけど、戦争反対がゆえに侵略戦争にも降伏しろっていうのは、なぜそういうロジックが成立しちゃうのかっていうのは、でもそういうロジックを、ね、当たり前のように言ってるなんか、はい、ワイドショーのコメンテーターとかすごい多いですよね。あれってね、多分ね、日本が戦後一貫して、はい、結局まあ先のね、その太平洋戦争への教訓というか反省から、まあ我々が、日本が侵略戦争を起こすのはいけないと。これ確かにそうなんですけど、はい、その一本だけでずっと論を立ててきたっていうのが多分あるんですよね。で、実際、20世紀の、ね、日本って、まあ1945年から2000年ぐらいまでの日本っていうのは、はい、まあ周りにそんなに強い敵国はいなかった。中国はほらパンダ外交とかやってたぐらいで、まだ貧しかったし、ね、はい、まさか中国がね、日本とこう、なんで軍事的に対立するなんてイメージあんまなかった。北朝鮮も、まあもちろん独裁国家だったんだけど、まさか核ミサイルが撃つとは思わなかったと。だから、まあ日本にとってのいわゆる仮想敵国、まあ自衛隊用語で言うと防衛対象国ですけど、はい、それはあくまで北の脅威のロシア。そうですね、当時ソ連だっただけで、だからまあ北海道にたくさん陸自を投入してたわけなんですね。そうですね、戦車戦をということですよね。まあでもそうは言いながら、それだけでね、あとはまあアメリカの核の傘に、抑止力にね、守られていて、はい、まあなんか戦争っていうとね、どっか遠い国で起きてる、ベトナム戦争にしろね、何にしろ、だからあんまりその戦争と向き合う必要がなかったし、ただひたすら我々はあの大戦のね、太平洋戦争のね、はい、残虐さをもう一回やっちゃいけないんだっていうね、我々は戦争を起こしちゃいけないんだってことを、まあスローガンのように言ってればそれで済んでるっていうのはあったと思うんですよ。これはね、なんかアメリカなんかと全然違ってて、アメリカってやっぱずっと戦争し続けてるし、はい、例えば60年代反戦運動とか盛り上がったじゃないですか、ベトナム戦争反対、はい、あの頃だってアメリカの若者は当時まだ徴兵制があったので、アメリカには、はい、いつ自分が戦場に送られるかもしれないっていう、まあ、ある意味の当事者意識ってあったと思うんですよ。でも日本はね、まあ、戦後一貫して徴兵制なんかなくて済んできたわけだし、はい、なんかそこの60年代のね、今の段階世代の人たちが反戦とか言ってたもん、まあ人事だと言ってしまえばね。で、戦争はアメリカが起こすもん、ね、そうなんですよね。で、それが初めてこうなんか21世紀になって全然状況が変わりですね、中国が台頭しね、南シナ海、まあ、占領しですね、はい、で尖閣の問題も大きい、北朝鮮は核ミサイルを持ち、でロシアはね、反対側のウクライナで侵略戦争を起こしっていう状況になって、初めて日本はなんか自分たちが侵略するんじゃなくて、はい、侵略される側に回るかもしれないっていう危機感が初めて出てきたわけでしょ。だからそこに対して我々は、いや、日本が侵略する戦争の話をするんじゃなくて、侵略されたらどうするかって議論をしなきゃいけなくなってきてるのに、
ある種なんかワイドショーのコメンテーターの世界では、いまだにその戦後日本のね、うん、はい、日本は戦略戦争、戦争を起こしちゃいけないんだっていうところの、なんか脳の枠組みから一歩も進んでられてないっていうのも、アップデートされてないんですよね、要するにね。ってことだと思うんですよ。確かにちょっと防衛費を増やそうみたいな議論が出るだけで、いや防衛費だけは突出なけしからんみたいなことが出てきてしまうと、ね、そうなんですよね。じゃあこの状況でね、防衛費増やさないで、抑止力自分の国でね持たない、どうするかって。だってあの人たちはね、集団的自衛権はけしからんで言ってるわけでしょ、はい、だから個別自衛権で十分だって言ってる、個別自衛権で十分だって言うんだったら、はい、防衛費増やさなきゃいけないってロジックになるはずなのに、まあそうですね、それも嫌だっていうね。じゃあどうすればいいのか。アメリカには頼るな、防衛費は増やすな、だからこそすぐに降伏しろになるけども、そうかもしれない、ね、もしそうなった時どうする、どうなるっていうのが、まさに今そのロシアが占領していたところ で、しかもなんか戦争に負けたのは日本ってほらアメリカ軍だけだから、はい、占領してきた進駐軍がね平和的に日本に進駐してきたっていう、そのイメージしか持ってないので、ロシアが何してきたかもあんまりこう印象として持ってないっていうね、うん、でもところがシベリアで、あるいはカラフトで、うん、チマレットで同胞たちが何が起こったのかっていうのは、ね、もっと語り継がなきゃいけない。そこの記憶が欠落してるのは不思議でしょうがないですよね。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ロシアの外交官追放、日本政府は慎重。松野官房長官は昨日の記者会見で、欧米諸国によるロシアの外交官追放に関して状況を踏まえつつ適切に対応すると述べるにとどめました。日本政府に今のところ同調の動きはなく、慎重に対応する構えです。前例がないということのようです。どこまで対立するのか難しいところですね、これね。日本はねずっと一貫して、あのロシアと中国両方の二方面はきついので、中国との対立は避けられないから、なるべくロシアは仲良くしようって方針でこの、はい、ね、冷戦以降の30年ぐらいやってきたっていうのもありですね。ここでいきなりねロシアを対決にいきなり切り替えるってやっぱそれなりに重いってことだと思いますよ。ただまあ国際社会の今の情勢とか、特にあの先生のあのブチャの西北方のね、あの虐殺とかを見ると、ここはね、やっぱ西側にきちんと同調していかないと、ちょっと難しいんじゃないかなって感じになってきてますよね。やっぱりここで問われるのはもう、どっちにつく云々じゃなくて価値観ってことになってますね。そうなんですよね。ドイツ、フランスというところは、外交官の追放というものをすでに発表しております。さあ、ではここでですね、昨日の早朝に収録しましたウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者、平野隆さんのインタビューの模様をお聞きいただきます。平野さんがウクライナに留まる理由、それから情報戦、さらに今あった追加制裁について、エネルギーなど、について伺っております。平野さんご自身は今も避難を続けてらっしゃると思いますけれども、今後も落ち着くまでは国内で避難は続けられるという形ですか？状況次第ですが、安全が確保できる限りは国内で活動を続けたいと思っています。というのも正直に言うと、10年以上ずっとウクライナに住んでるんですが、私の生活の基盤ってウクライナにずっとあるんですね、はい、友人などもそうですし、仕事もそうですし、すべてウクライナの中に私のあるので、はい、でその私の友人たちが命をかけてウクライナを守ろうとしている中で、私だけ外国人だからとさっさと逃げてしまうのには後ろめたさをやっぱり感じるんです。私は私でウクライナのためにできることはないかということを考える中で、今のところは自分の仕事を精一杯することがこの戦争において私ができる貢献なんだと私は思って今仕事をしています。まあ、その貢献の一つが、平野さんご自身も情報戦のある意味のプレイヤーとして戦っていらっしゃると思うんですけれども、今回の国内でのまあ報道であったりとか、あるいはあのインターネット空間でのこうやり取りなどをご覧になっていて感じることというのはありますか？まあ、ロシアの偽情報というのは定期的とは言わないですけど、タイミングタイミングでこう変わっていくんですね。ちょっと前であれば核兵器の話が出てきたりとか、はい、その後には化学兵器、生物兵器の工場がウクライナにあるという偽情報を熱心に流してましたが、最近またそれが収まっている、はい、今は一番ブチャの大量殺人というものは、あれは偽物なんだ、フェイクなんだという偽情報を総出を上げて今流しているところだと思いますね。こうした見えすいたことっていうのが受け入れられると思っているのか、あるいはこれは国内向けのなんかやってるぞ感なのか。国内向けにはまず有効だと思ってると思います。大きな問題なんですけど、ロシアの政権が発表することを正しいと信じている人たちが国内にはたくさんいると聞いています。同時に国外向けにも
一部の人たちが信じてしまうところがあるので、はい、大半の人が信じなくてもちょっとの人でも信じればいいという形で大量生産して偽情報をまくんですね、ロシアは昔から、うん、それをこう有効的に使って、例えば政策決定で制裁をあまり強くしないっていうのも過去にはありましたので、ロシアはこう言っている、ウクライナはこう言っている、うん、国際社会はこう言っている、ちょっと決定が難しいので中立の立場を取りましょうっていうのは過去でもどこかの国がしていたことがある立場なので、はい、そういうものを狙っているんではないかなと思います。さあ今回我が国として追加制裁動くというようなことになっておりますが、日本としてやるべきこと、やれることというのはありますか？2月24日以降の日本の対応は私はとても優れていると思ってるんですね。2010年と大きく違うしっかりした制裁を発動しましたし、はい、G7 で強調して行動してきたと思います、うん、最近になって日本の注目が避難民支援に集中していると思うんですね、はい、避難民支援は大切なことなんですが、うん、戦争を終わらせるための支援というものではないと私は思うんです、うん、ウクライナは今武器の供与と制裁の強化、うん、それがこの戦争を早く終わらせるために重要な支援だというふうに主張しています、はい、であれば日本がこの戦争を早く終わらせるためにできることというと、うん、G7 をはじめとする国際社会と協調して適切な制裁を科し続けることだと思うんですね、うん、ウクライナは G7 に対して今ロシアのエネルギーの禁輸、はい、それからロシアのすべての銀行をスウィフト国際銀行間通信協会から遮断すること、うん、それからロシアの船舶による港の利用の禁止を求めています、うん、この中で私の考えでは、はい、日本がきちんと議論すべきはエネルギー、うん、特に液化天然ガス LNG 開発事業からの撤退だと思っています、うん、最近日本はサハリン 1-2 プロジェクトからの撤退の話が注目されていたと思うんですけれど、はい、もう一つ日本の事業があるんですね、稼働していないアークティック2プロジェクトというものがあるんですが、うん、JBIC さんなんかが参加されたものですが、そこから撤退することを検討するのが重要じゃないかと思っています、うん、私は日本版ノルドストリーム2というふうに呼んでるんですけれ ど, なるほど、ノルドストリーム2、そのドイツとロシアの間でずっと議論があって止めるか止めないかという話があって、はい、戦争が始まった時にドイツは止めますというふうに決定をした、うん、はい、それもどちらもまだ稼働する前のプロジェクトで、さらに依存を高めるプロジェクト、うん、という意味ではアークティック2プロジェクトというのはノルドストリーム2と似たようなところがあるプロジェクトだと思いますね。これね、経済産業大臣などはまだまだ続けるんだと、権益を手放してしまったらロシアの企業だとか中国の企業に取られてしまうんだということを言ってますが、海外の目はそういうようなことで見てるわけじゃないわけですね、もうね。まあ、ロシアと経済協力をするっていうことがどういうことか、そもそも経済分野協力担当大臣という肩書きも残っていますけれど、はい、侵略国と経済協力をするという状況、それはウクライナにも国際社会にも間違ったメッセージになるんじゃないかなと思います、うん、エネルギーの部分、まさに制裁の部分というところが当然ながらウクライナでは注目されますもんね。そうですね、私のウクルインフォルム通信局もそうなんですが、はい、記者たちは国内の状況を見てるんですね。戦争がどうなるか、戦争で被害を受けている人はどうなるか、占領地でどうなるか、国の存亡をかけた戦争が続いている最中なので、注目はこの戦争にどうやって勝つかなんですよ。避難民を日本がこう支援してくれて、それはありがたいしとても大切なことなんですけれど、はい、戦争を終わらせるための支援がないとなると、ちょっとエネルギー開発に関しても関心を高めるということが間接的ではあるかもしれませんが、ウクライナへの支援になるということでいいですか？そうだと思います、ウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんのインタビューの模様をお聞きいただきました。アークティック2プロジェクトに関して JBIC という名前が出てきましたが、これは国際協力銀行という、まあ、日本の、ね、輸出信用機関で、ありまして、まあ、前身は日本輸出入銀行という名前で、ありました。だからここがお金出して結構大手商社が、かなり絡んでいる事業でもあるというところのようですね、うん、平野さんのお話の中でね、そのロシアっていうのはその国内世論ばかりに目を向けていて、はい、プーチン大統領、はい、これ我々に中国なんかもそうですね、戦狼外交っていうの戦う狼、はい、あれもだからなんか他国に対してこう敵対的な外交をするっていうのは別にそれは外交関係によろしくないんだけど、国内向けにはね、わあ中国もよくやってるって思われるっていうね、だからどうしてもね、なんかやっぱ独裁国ってこう国内向け世論ばかりを気にしちゃうってことは必ず起きてくる。で日本もね、日本は独裁国では全然ないですけど、なんかね、世論って国内向けにばかり
はい、目が向いてしまって、他国からどう見られるのか、あるいは、まあ、リベラルな国際秩序って言われるね、うん、日本含めその戦後の国際社会がどう作ってきたのかって、その秩序をね、どう守るかって、そこの視点がね、すごい欠けてるんですよね。だから、例えば戦争に関しても、なんか、いや、しない方がいいんだって、それはそうなんだけど、はい、でも、時にはね、自由のために、あるいはリベラルな国際秩序の維持のために、侵略戦争とは戦わなきゃいけない時もあるんだっていう視点をやっぱり今、日本は持つべきだし、そのなんかね、対外的な視点をもっとこう世論に、はい、取り込んでいくってことは、今、このウクライナ侵攻期間にすごい大事になってきてるんじゃないかなって感じはしますね。まさにそのリベラルな国際秩序の中で利益を最大限上げてきたのが、うん、そしてそれで戦後復興してきたのが我が日本だと思うんですよね。そうなんですよね。うん、だからこんだけね、ブチャのその、ね、虐殺で、はい、虐殺、うん、ヨーロッパがさらに制裁を、ね、はい、して、もう天然ガスの輸入もひょっとしたらやめるか。っていうね、リトアニアはもう発表しましたね。そうなんですよね。はい、ドイツがもうあと決断するかどうかっていう段階に来て、日本だけサハリン1、2ね、残しとくっていうのは、はい、ちょっと僕ね、この状況ではありえないんじゃないかなと思うんですよね。もういっそそこでね、原発再稼働して、はい、で、サハリンからの、ね、原油、天然ガスやめるっていう決断は僕はしてもいいと思うんですけどね。まあ、それこそね、ドイツはそれまでは脱原発で脱炭素というものを掲げてましたけど、石炭火力ももう一回やって、もうそれでエネルギーなんとかとりあえず当座確保しなきゃいけないって、うん、結構腹くくってますよね。そうですよね、まあ、CO2 の問題重要なんだけど、とりあえず短期的にはそこは一旦棚上げせらざるを得ないって、これはね、ね、日本はドイツを学べってね、ずっと言ってきたわけで、環境問題を、そうですね、はい、そのドイツがそうなってるんだから、日本は今こそドイツに学ぶべきですよ、それは。まあ本当、世界の潮流がそういう意味で変わりつつあるけれども、日本だけが今まで通りのことなんですね。なんかね、当事者、まあ、台湾侵攻の可能性とか考えると、当事者でしかありえないと思うんだけど、日本も。なんかまだついてこれてないですよね。うん、さあ、そしてここで番組からのお知らせです。ラジオの世界ではおよそ2ヶ月に1回、ちょっと頑張るウィーク、あ、はい、いつも気合は入れているんですけれども、もちろんですよ、うん、ちょっと頑張るウィークというのが2ヶ月に1回あります。はい、再来週4月18日、月曜日からの工事は、取り急ぎ第1弾ゲストが決まりました。河野太郎自由民主党広報本部長です。様々な値上がりなどね、影響が家計会社を直撃、さらにウクライナ北朝鮮情勢予断許さず、外交安保の重要性がね、非常に注目が高まるであろうこの時期、工事では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートたちと着目してまいります。はい、各曜日のコメンテーターの皆さんお伝えします。18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。20日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。22日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。再来週4月18日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お聞きの皆さんのお力添えをよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。まん延防止初適用から1年。新型コロナウイルス感染拡大の抑制策として緊急事態宣言に準じるまん延防止等重点措置が初めて適用されてから昨日で1年となりました。緊急事態宣言発令の前段階でも対策が打てるよう菅政権が新設し、岸田総理は積極活用して第6波に対応しました。そうか、1年前かというね、オリンピックを前にしてみたいなところの思惑もあったような気がします。今回、まあ、前回のね、正月頃の第5波は一気に収束して減ったんだけど、第6波はなんかじわじわ減りつつあるんだけど、なんか下げ止まってる感じでね、昨日も7000人ぐらいいましたしね、発信機関、東京都でね、はい。あんまり減ってないんですよね。で、まあほら、3回目接種がすごい日本は遅れて、はい、まあこれね、ワクチン担当大臣のせいだとか、岸田政権何してるのか、いろんなこう、批判もあったんだけど、はい、もう、なんかその反省で次の第4回は、早く始めるみたいなね、ゴールデンクルー明けぐらいからやるとか言ってるんだけど、結構医療クラスターの人たちの発信見てると、どうも海外でのいろんな研究で、4回目接種はあんまり効果がない。
っていうね、話も出てきてる。そうなんだろうって話がね、出てきますね。となるとね、一体今後どうするのかよくわからないっていうね。そうですよね。うん、まあ、このね、総理官邸のホームページ見ますと、うん、昨日段階のデータで、まあ、高齢者65歳以上に関しては 83.3% が3回目接種終了なんですが、うんうん、全体で見ると 43%。低いんですよね、相変わらずね。5割いってないんですよね、うんうん、これね。だからなんかもうみんな飽きてきて、ウクライナ侵攻もあったし、ほとんど忘れかけてんじゃないかと。はい、まあ、スペイン風邪もこうやってなんとなく終わったんだろうなっていう感じもある。佐々木さん、前回ご出演の時におっしゃってましたよね、うんうん、よお医者さんに聞いたらそうだった、誰もどう終わったか知らないっていうね。うーん、だからね、なんかいろんなこう行動様態今回変わったのあって、はい、例えば飲みに行かなくなったっていうのがすごい大きいですよね。個人的に飲んでる人はいるんだけど、例えば会社の飲み会とかやっぱ未だにできないし、そうなんですよ、ね、どの段階になったらね、忘年会やって良くなるのかっていうのがよくわかんない。これマスクもそうで、いつやめていいのかわからないっていうね。だからなんか気がついたら2030年日本人だけがまだマスクしてたみたいなことになるかもしれないなと思って。まあね、ね、それこそ大谷選手の活躍でメジャーリーグだとか、あるいは海外のサッカーだとか映像を見ると、あれマスクしてないよねみたいな ね国連の会議場でも誰もマスクしてないとか、この前のアカデミー賞の授賞式も誰もマスクしてないとかね。はい。でね、なんか、この前の飲食の人に会う機会があって、話してる機会があって聞いてみたら、いや、これでね、マンボウ解除されたし、はい、また、リベンジ飲み会とかでお客さん増えてんじゃないかって言ったら、増えてないんだって。なんかね、もう2年間コロナずっとやってきて、はい、飲みに行くって習慣がなくなっちゃった人が、非常に多いと。だからね、逆に例えばマンボウとかその緊急事態宣言の間は、はい、自治体とかから支給されてたじゃないですか、お金が。協力金的なものがね。飲食店、はい、それで、ね、結構食えてた店を、特に個人経営のちっちゃなバーとかだと、店主一人でやってるようなね、月30万とか出てたら、まあ、下手すとそっちの方が収入多いと、ね、日頃の売り上げ。なので、もうそれでお店閉めて、沖縄あたりね、こう遊びに行ったりする人もいたらしいんですよね。なるほど。でところが、これでまあ終わって協力金なくなって、お店開けましょうって言っても客が戻らないので、その飲食店の人曰く、これから潰れる店が増えますよ、佐々木さん。おー、そうですよね。そうなんですよ。確かに税理士の知り合いなんかに聞いても、うん、いや、飲食店なんかは過去最高益を出したところもあったんですよ、みたいな話で、そうなのみたいな。そうなんですよね。結構ここがね、こう、この先どうするんだと、ね。そうなんです。だからどうやって、だからね、その、日常に定着していくみたいな話もあるんだけど、うん、そのスペイン風邪がね、今のインフルエンザ、香港型みたいになったように、はい、ただその段階でね、その生活様式とか、まあ、そのマスクも含めたね、あるいは飲み会とか、それを一体どこで終わらせるのかっていうのがね、明確に見えなくなってきて、これ日本人の悪い癖でずるずる続けちゃうっていうことになるのかなという。はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日本とフィリピン2プラス2、9日に初開催。政府はフィリピンと2プラス2外務防衛担当閣僚協議を9日、今週の土曜日に都内で初めて開くと発表しました。林芳正外務大臣と岸信夫防衛大臣が出席し、東シナ海や南シナ海で覇権主義的な行動を強める中国への対処を念頭に、防衛協力などを協議し結束を確認します。東南アジアでこの2プラス2の枠組みを設けるのはインドネシアに続いて2カ国目だそうです、うん、自由で開かれたインド太平洋っていうね、はい、いわゆる安倍政権の時から始まった日本の外交戦略の一環というふうに考えていいのかな、うん、フィリピンなかなかね難しいところで、昔はね米軍基地があったんですよね。そうですよね、クラーク海軍基地、でもあれ、ね、確か91年冷戦直後に、はい、ピナツボ火山が大爆発、はい、大空噴火してですね、それで海軍基地被害が起きるっていうんで、それでも、まあ、冷戦も終わったし、はい、もう今更何も起きないだろうっていうんでアメリカが撤退して、うん、基地も閉鎖になってフィリピンにお返ししたっていうね、うん、状況だったが、あの時はまさかに中国が台頭して、南シナ海に、ね、押し寄せてくるとは誰も思ってなかったんだけど、その後まあそういう状況が起きたので、フィリピンもねここに来て舵取りが難しくなってきてるっていうね、はい、だからまあ東南アジアにとってはね、もう中国ってのは非常に大きな経済、貿易の相手国なので、全くこう敵対するわけにはいかないんだけど、でも、
経済が緊密だからといって戦争が起きないわけではないっていうのは、まさに今回の、ね、ロシアのウクライナ侵攻が示したね、はい、まあガスの取引でね、ヨーロッパとの間相当長く取引されてるはずでしたからね。だからそんな緊密だったら、まあまあサッカーね、その戦争になるわけないだろうってみんな思ってたら、そんなことはなかったと。だからよく中国に対してもね、こう経済的に結びつけば、はい、ね、あの日中間のそういう、ね、紛争起きないんだって言ってる人がいたんだけど、まあそんなことありえないよねと。経済は経済、戦争は戦争だっていうところで、フィリピンも、まあやっぱりここでね、アメリカ並びに日本と仲良くして、そこをなんとか守るしかないっていう方向にだんだん舵を切り始めてるのかなと。ただね、今回そのウクライナ侵攻で、はい、中国がどう出るかっていうのがね、かなり ね、注目されてる。今のところ、なんだかよくわからないっていうか、そうですよね。ロシアの味方をしているようにも見える。安保理会合とかでは、はい、ロシアに同調しているような感じがするんだけど、でも積極的に、な、最初ほら武器供与するって話も、そうですよね。一瞬ありましたよね、ロシアに対して、ね、うんうん。それも今、進んでないので、確かに。まあ、かなり様子を見てるかなと。ね、だからこんだけロシアが世界的にね、国際社会の中で孤立してるのを見て、はい、あんまりそこに引きずり込まれたくないってのはあるんでしょうねと。あ、俺先日中国のね、某大手テック企業の人とちょっと飯を食う機会があってですね、はい、ほうほうほう。でその人にどうなんですか、中国はロシアと仲良くするのって聞いてみたら、うんうん、なんかね、引きずり込まれて国際的に孤立する仲間になりたくはないと。ただね、佐々木さん、中国のことわざにね、はい、唇滅びて歯寒しっていうのがあるんですよ。唇滅びて歯寒し。唇がなくなったら歯が寒いよねと。おーおーおー、唇ってのは盾みたいなもので、歯にとってのね。なるほど。だからロシアがいなくなると、ね、その中国だけがね、ヨーロッパやアメリカと対立しなきゃいけないって、これはきついので、まあロシアがいてくれた方が、ちょっとは助かるっていうね。なるほど。そういう微妙な気持ちなんですよと。ないよりはあった方がいいけど。そうなんですよね。なるほど。でね、なるほどなと。だからそうなるとね、まあロシアってほら、経済的には極めて弱い。まあ GDP の規模は韓国ぐらいしかないって言われて、ね、まあ輸出するものもね、天然ガス、石油、はい、あとはまあ小麦とかそんなしかないわけで、まあかなり脆弱な国であると。で、ただ軍事力だけ異様に強いんだけど、その軍事力さえも実は、ね、うんうん、その軍力としてどうなんだっていうね、どうなんだっていうね、持ってるのは核だけみたいなね、そんな感じになってきてるわけでしょ、はい、で一方で中国っていうのも経済的にも極めて強いと、うん、もうアメリカを GDP 抜くぐらいの勢いになってきてるわけだから、はい、だん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 ロシアはね、その中国の属国化していくんじゃないかっていう見え方も結構してるのかなと。でちょうどね、昨日立命館大学の上久保雅人さんで政治学者いらっしゃいます。あの人がね、あのダイヤモンドオンラインに記事書いてて、これはモンゴル帝国の再出現じゃないか。なるほど。ね、タタールの首輝きですよね。なるほど。要するに、ユーラシア大陸が中国中心に再構築されて、ロシアはなんかそこにぶら下がるだけの国になっていく可能性が、まあ、あるかなっていう、ね、おお、まあロシアからするとそれはまた嫌、ね、でしょうね。嫌でしょうね。嫌でしょうね。これある意味のタタールの首輝き、かなりまあキプチャ韓国は圧勢を敷いたから、うん、ロシアにとってのまあ黒歴史的なところはありますもんね。そうは言ってももうこのプーチン大統領がいなくならない限り、プーチン政権続く限りは多分西側の制裁は終わらない。ね、でしかもね、そのプーチンがこれじゃ引くとは思えないので、はい、そうするとずっと制裁続き続ける。そうすると経済がどん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 低迷化して崩壊していく。そうするとますます原油のね、原油も例えば今回のブチャ殺戮で、うん、ヨーロッパがもうね、ロシアの天然ガス輸入しないって方向に舵を切りつつあると、もう輸出先は多分中国しかなくなってくるよねと。で、ほら今ビザマスターがね、使えなくなって、はい、国内に入手、うん、でなんか銀聯ってあのユニオンペイっていうね、中国のクレジットカードをロシアで使うようになるんじゃないかっていう話もあって、なるほど、だん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 中国経済的な枠組みの中に取り込まれていく可能性は確かにあるのかなっていうね。なるほど、うん、いやそうすると一帯一路を中心にして、うん、この中東諸国がどこまで飲み込まれるのかとか ね、 そういう話になってくる。だから明らかにね、そのロシア中国対
西洋、はい、西洋っていうかその西側ではなくて、うんうんうん、やっぱ中国が盟主になるっていうね、ユーラシアのね、一帯一路を軸にしてっていう可能性は結構大きくなってきてるかなと。いやーこれそうなるとですよ、うん、本当地政学の昔に戻ってランドパワー、うん、シーパワーの話になってるかもしれないですね。まさしくそうなんですよね。で中国はねもう新冷戦って言い方もよくされてるんだけど、はい、かつてのその米ソ対立とは全く違う。だってソ連ってのはまあある意味自戒した帝国だったわけでしょ、うんうんうん、経済的にもダメになって、はい、でも中国が経済ダメになるって可能性現時点でほとんどないですからね。結びつきは、うん、強いですもんね。そうなんですよ、サプライチェーンが。でまあね、その半導体だってね、はい、中国と例えば台湾侵攻して台湾を占領してしまえば世界の半導体の8割を中国に入れる、まあ、もちろんその半導体の素材とかね、はい、は日本が結構供給してたりするので、うんうん、必ずしもその中国だけが供給できるわけじゃないんだけど、まあ世界経済に対する影響力が極めて強いですからね。だからまあロシアの今回のウクライナ侵攻大変な時代なんだけど、ある意味これはひょっとしたら後世から見ると前哨戦だったっていう話になるかもしれない、うん、なるほど。実はやっぱり中国対西側っていうのがね、もう最大の主戦場になってくる可能性は極めて高いし、これがどういう結末を迎えるのかって全く分かんないですよね。で我々はそのある意味最前線にいるわけですからね。そうなんですよね。